禁止ソーダを一杯振って混ぜてくれ。ブラックスワン、列車組はあんたに協力するわ。私たちも記憶域にふさわしいガイドが必要だから。任せて、皆さんを失望させたりしないわ。あんたたちは自分の部屋に戻ってちょうだい。夢に入る準備をして、うまくいったら無境ホテルのロビーで落ち合いましょう。俺は現実に残って君たちの安全を確保する。必要ならファミリーとの交渉も行おう。それで問題ないか、ブラックスワン。この手で仲間を救ってみせても信用してもらうのは難しいのね。もちろん問題ないわ。ただ私の心は少し傷ついたけれど。そっちは頼んだわ、ベルト。私たちは無境の真実を見る準備をしましょう。しばらく忙しくなりそうだけど、ホタルは現実に戻れたのかな。気になるけど、私には連絡手段がない。ブラックスワンに聞いてみよう。落ち着きがないわね。あの子のことが心配なの？気になることがあるなら遠慮なく言ってちょうだい。この世にメモキーパーほど心理療法士に向いている存在はいないわ。気にしないで、これは私がやるべきことだもの。何しろあなたは特別。特別だからこそ、たくさんの目があなたを見つめている。安心して、あれは現実の目覚めにしかつながっていない一方通行のドア。あの子が強い意志で望まない限り夢から覚めないなんてことはありえない。きっと今頃ホテルのどこかで目をこすっているはずよ。少し嫌な思い出があるようね。でもこの協力はあなたにとっても私にとっても列車組にとっても賢明な道であることは間違いない。そうでしょ？分かったら安心して私を頼ってちょうだい。もちろんここに来たメモキーパーは私だけじゃないわ。ピノコニーはファミリー以外の派閥を初めて公に招待した。ガーデンはこの歴史的な瞬間を記憶に留めなければならない。だからあなたも他の人と協力してみてもいいのよ。彼らの姿を捉えられればの話だけれど。ねえ、あなたたちを守るために夢には一緒に入るけれど、メモキーパーにドリームプールは必要ないから。そうでしょ？そうね。じゃあ安心して眠りなさい。私があなたのそばにいるわ。親愛なるお客様、ピノコニーへようこそ。見慣れた部屋に戻ってきた。こっちよ。
どうしたの？気分でも悪い？そう、それならいいの。あなたが臆室に敏感で他の人より無教の影響を受けやすいことは知ってるわ。これも私が特別にあなたに付き添う必要がある理由よ。その苦しみは私が楽にしてあげる。安心して、あなたの仲間も無事だから。夢に入る前に二人から小さな首飾りをもらったの。これで私は記憶域の中で彼女たちの存在を感じることができる。彼女たちはすでにそれぞれの部屋で目を覚ましたわ。これで気兼ねなく私と一緒に来てくれるわよね。時間は待ってくれないから、早くロビーに向かいましょう。ナノの部屋は端の方だったよね。まずはナノと合流しよう。あなたが何を考えているのかわかるけど、残念ながらあの子はこの中にはいないわ。ここも彼女の部屋じゃない。記憶域に足を踏み入れた瞬間から現実の建物構造は意味がないの。感じる。彼女は今遠くにいるわ。同じようにナビゲーターさんの言うロビーを見つけるにはもう少し工夫する必要があるわね。この足取りもおぼつかない哀れな子たちは。え？彼女は？ここはまさかスタッフがいないのか？ん？どうしてあなたたちが？その言い方は正しくないな。私はただ自分がどこにいるのかわからないだけだ。二人とも挨拶はそのくらいにして、今は力を合わせてこのおもてなし好きの子たちに帰ってもらいましょう。力を合わせてか。光栄だな。あなたたちの協力に感謝しよう。私の闘志が消えることはない。疾風のごとし。やっと静かになったな。ところで二人はどうしてここに？それはこちらが聞きたいのだけど。あなたたちが思っているほどことは複雑ではないと思う。これは全部ある仮面の愚者の仕業なんだ。おそらく私の何気ない言葉が彼女の気に触ったんだろうな。眩しい光が目に入ったと思ったら、その直後にはここにいた。あなた何か隠しているんじゃないでしょうね。隠す？メモキーパーの前でそんなことできるわけがないだろう。とにかく二人ともいいところに来てくれた。この無境は危機に瀕している。目的が一致しているなら私と一緒に行かないか？私ならあなたたちを守ることができる。そして記憶域では私もメモキーパーの助けが必要だ。それにもしファミリーに出会ったら一人でも多い方が釈明しやすい。それはあなたはどう思う？ありがとう。心から感謝する。またあなたに同行できて光栄だ、ブラックスワン。ええ、それが本心だといいのだけど。
これだけ？この部屋、どうして上下が逆さまに？記憶域の形は刻々と変化しているの。なんとかして天井まで行かなければならないわね。今いるのがその天井だが。ヨミさんの言う通りね。とにかく上にある地面まで登らないと。もちろん柱を登っていくわけじゃないわ。あなたたちに記憶域で行動するための小技を教えてあげる。ないわね。こっからが本番だよ。おやすみ。ブルリン。くるくる。感謝してね。闘志は消えない。残しようがないわね。ありがとう相棒。大したことないわ。ふっと、くるりん。くるくる。合わせる顔がない。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。お薬の時間よ。何見てるの？ふるりん。この曲をあんたに。手の施しようがないわね。感謝してね。ふっと。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。私の時間がパーになっちゃった。ないわね。乗ってる？悪い子ね。おやすみ。ふっと。くるくる。どう？屋室があなたの周りを流れているのを感じる。次は適当な場所を探して壁を歩いてみましょう。ふっ！何見てるの？ふっ！絶えないわね。くるりん。お注射の時間。はっ！私の時間がパーになっちゃった。お、成功だ。まさか本…ふっと！絶えないわね。こっからが本番だよ。おやすみ。
せる顔はない。くるくる、この曲はあんたに。ブドリン、手の施しようがない。感謝してね。ハイになれ。おやすみ。何見て。感謝してね。ふっと。私が誰だか知ってるの？こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくる。私の時間がパーになっちゃった。暴利同感。重要なのは盗むことだよ。この部屋、今いるのが。ヨミさんのあなたたちに。成功だ。まさか本当にできるとはな。メモキーパーにとってこの程度の記憶域は子供の遊び場に過ぎないわ。さあ正門から出ましょう。Thank you.
行き止まりか。うまくできたわね。あなたには記憶の才能があるわ。シータ、エレベーターがある。ロビーのものとそっくりだな。これに乗れば目的地に着く。でも前方の記憶域はかなりひどく歪められているみたい。二人とも気をつけて。ほら、そんなに簡単ではないと言ったでしょ。ここはどこかしら。このドアも鍵がかかっているのか。このままじゃキリがないわ。やっぱり私にやらせて。この記憶域は歪みすぎているわね。少し優雅じゃない手段を取る必要がありそう。二人とも少し時間をちょうだい。ああ、あった。この無境の中心が見えたわ。ファミリーの人間がいる。他にも何人かが手探りで進んでいるみたい。あなたの仲間もうまくいっていないようね。この三人目はロビーへの道を探している。待って、これは前にあなたと一緒にいた女の子。私にもわからないけれど、記憶域に見覚えのある影があって、それが彼女の感じに似ているの。彼女には何か無境に入らなければならない理由でもあるの。彼女は走ってる？いえ、これは逃げてるのかしら。彼女の後ろに何か。まずいわ、二人とも先を急ぎましょう。事態は急を要するわ。今回は例外的な手段を使ってあなたたちを連れて記憶域を突破するしかない。記憶域から彼女の思考をいくつか拾い上げたの。これはあなたたちが彼女に対するイメージを組み立てるのを助けてくれる。この思考を頭の中でしっかり掴んで整理して形にしてちょうだい。さっきよく知っている記憶をいくつか補足したのだけど、ここに現れた友人は彼女だけじゃない。あなたたちが遭難した時、現場にいた第三者。早くここを通り抜けて。警戒を解かないで。
あなたは大丈夫か？こっちを見て、落ち着いて、深呼吸するんだ。いいな。私がやるわ。落ち着いて。あなたは大丈夫。こんな時に申し訳ないのだけど、私はしばらくここを離れなければならないの。まだ死はうろついている。姫子さんと美月さんの安否を確認して警戒を続けないと。彼女のことはあなたに任せるわね、ヨミさん。こんなことになってしまってすまない。あの少女に気を取られて見過ごしてしまった。私のためらいが彼女を死なせてしまったんだ。本当にすまなかった。だがあの時、私が刀を抜くことを選んでいたら。すまない。私に選択の余地はなかったんだ。あなたの怒りは理解できる。甘んじて受け入れよう。だがまだその時じゃない。私たちは真の敵がどこに隠れているのか、それに対抗するにはどうすればいいのか、しっかり考える必要がある。心の痛みに思考を振り回されてはいけない。自分を保たなければ正しい道は歩めないんだ。敵に情けをかける必要はない。それは己に対する残酷な行為だからだ。だが真の敵が誰なのかはしっかり見定めなければならない。以前こう諭されたことがある。あなたは刀を振るう意味と代償を知らなければならない。これは多額の血の負債を抱えた人間があなたに送れる唯一の忠告だ。二人とも、ただいま。姫子さんから伝言よ。悪いニュースといいニュースがあるわ。状況は分かったわ。あんたは彼女を連れて安全な場所まで避難してちょうだい。余裕があればそのホタルのことを先に調べても構わない。後でクロックボーイの彫像の前で合流しましょう。そういうことだから、姫子さんに頼まれた通り二人を連れて現実に戻ろうと思うの。あなたが無事でいてくれてよかった。出発しましょう。話の続きは安全な場所に着いてからね。ブラックスワン、転送ゲートを開くつもりはないのか？転送ゲートを使うのはおすすめできないわね。彼女の精神状態はまだ不安定だから、さっきのような乱暴な移動はできるだけ避けたいの。それに撤退するときに蛍さんのために何かできることがあるんじゃないかしら。この辺りには彼女の痕跡が残ってる。それが完全に消えてしまう前にあなたたちの記憶にしましょう。道すがら調査ができるならそれもいいな。それじゃ出発しましょう。
まずは別の道を探さなければならないけれど。すまないが、あと数分だけもらえないか。まだやり残したことがあるんだ。死があなたの長い夢を終わらせますよ。そしてあなたを目覚めの世界へと導きますように。行こう。こっちよ、ついてきて。どういうこと？屋室が急に熱くなった。それじゃあダメだよ。ふっと気を逃さず動く。来い。まだ来ない。ほらやっ、くるくる。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。悪い子ね。おやすみ。ブルリン。感謝してね。ステージを重ねるほど最高になるんだ。これは焼け焦げた残骸。かすかに火が残っているな。この様子だとまだ犯人は遠くには行っていないだろう。しばらくは歩くペースを落とした方が良さそうね。このモンスターは熱兵器か何かで死んだみたい。このモンスターは高熱反応で死んだみたい。
この痕跡は少し前に残されたもので、誰かがここから立ち去ったばかりであることを示唆している。これはさっきのことと何か関係があるのか。その手がかりだけでは私でも推測するのは難しいわ。あなたの直感は何と言っている？以前記憶は嘘をつかないと言っていただろう。これらの残骸の記憶から判断すると、その人物は大柄で平均的な成人男性よりはるかに頑丈、行動に迷いがなく、すべて一撃で命を奪っている。傭兵か、あるいは殺し屋かもしれないわね。彼はロビー側のドアから入ってきて、ホテルのさらに奥へと向かった。だとすれば、これまでに起こったことの全てを見ているはずだけど。前言撤回。できるだけ早く蛍さんの姿が焼き付けられた記憶域に行きましょう。このターゲットの仕事ぶりを考えると、彼の目的地もそこだったとしたら、もう現場には何の手がかりも残っていないかもしれないわ。二人ともこっちよ。できるだけ安全な近道を作るわ。見て、ロビーを離れると構造が乱れる。その廊下を通り抜けて、ミームを驚かせないよう気をつけてちょうだい。これはまさに目を奪われる輝きだな。この部屋なのか？ええ、正確にはここの真下。文字通りの意味よ、ここの真下。二人はメモキーパーのように物理的な構造物を通り抜けることはできないけれど、この部屋の下の階に安全にたどり着けるいい方法があるわ。簡単よ。この大きなシャンデリアが見える？これから私たちは常識に合った物音を作るの。前に教えたことを覚えてる？屋室の流れを感じて、壁を歩いて、そしてそれに近づく。